ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆様こんにちは。こんにちは。ご案内役の高橋ゆきと篠原まさしです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。この番組は毎週日曜日11時からご覧のチャンネルでお届けしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回初めて立ちの姿勢で、はいはい、お送りしておりますが、はい、今回 GG サロンで行われましたジョイントコンサートにお邪魔しております。はい、はい、ということで早速ゲストの方をご紹介したいと思います。はい、はい、ギターカルテットクアトロファロスとギターデュオ弦ノートの皆様です。インタビューをしていきたいと思います。はい、早速なんですけれども、まずクアトロファロスの皆さんにお伺いしたいなと思います。グループ名クアトロファロスの由来をぜひ教えてください。斉藤君の方から。はい、クアトロはですね、イタリア語で4というんです。で、ファロスなんですけど、これ実はちょっと言語が違いまして、スペイン語になります。スペイン語で、小柱、小柱という意味で、船にマストが張られますよね。あれをまあ支えている柱で、まあ、4本の柱という意味なんですけれども、4本の船の小柱という意味で、まあ、大きいガレオン船とかそういうでかい船艦みたいなのをイメージして、まあ、そういう大きい船でギター四重奏という、まあ、世界の大海原へ旅立っていこうという名前、壮大な名前。いいですね。はい、ありがとうございます。うん、はい、さて続いてですね、そのグループを組まれたきっかけをぜひ教えてください。土地から、はい、最初2007年に最初のクアトロファロスが立ち上がったんですけども、その時に初期のメンバー4人と現在のメンバー4人がちょっと半分の2人入れ替わってきまして、リーダーの斉藤さんと萩野屋さんが土地の方が2012年にですね、私がちょっと時間入らないかとリーダーの斉藤さんから声がかかり、よし、じゃあ世界に出るってことを決意して入って、で翌年前田さんが加わって現在の4人になって、そこからもうこうグワンと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 グワン、少し CD も完成して、ドミサでもやらさせていただいてます。はい。はい、じゃあ早速ね、まずはね、はい、クアトロの演奏をね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい。はい、演奏していただく曲はこちらです。はい。それでは、クアトロファロスの演奏をお聴きください。はい、thank you.
きいただきました。ありがとうございます、はいね、とても楽しそうでね、いいですね。とても素敵な曲でした。はい、ありがとうございます、はいはい、質問をちょっとね、はい、続けてしたいと思います、はい。続いての質問は、コンサートでやる曲目というのはどうやって決められるんですか？じゃあ萩野やるんですか？コンサートでやる曲目、はい、そうですね、僕たちあの4人あの合奏連盟だとかいろんなところから、まあ、仕事の依頼としてね、いろんな曲の弾いてくれっていう依頼があったりするので、新作の初演だとか、音としてしたら日本合奏あの合奏コンクール、合奏作曲コンクールあったりだとか、今回はですね、あの明日は重奏フェスティバルで、まあ、アンサンブルオーズとしてなんですけども、富山紫耀作曲のムーンという曲をまあ、演奏したりだとか、そういう依頼が来たらもちろんその随時答えていく、弾いてねやっていくんですけれども、それ以外の曲っていうのは、まあ、普段から割と持ってる楽譜ねたくさんストック買ってありますので、それを初見だとか軽くちょっとみんなで合わせたりして、これは使えるなみたいな、いい曲が見つかったみたいな感じで、まあ、ちょっとチェックしておいてですね、まあ、なんか随時使えそうなコンサートの時にちゃんと仕上げてそれを見せるっていうような感じですね。だから楽譜はすごいたくさんあるんですけど、なんかこう揉めたりとかしないんですか？これやりたいやりたいみたいなのでちょっとみたいな。そうですね、まあみんなそれぞれ個性があって、はい、選曲センスっていうのかな、まあ好きな曲って全然違うんですけれども、まあ最終的にはそうですね、みんなでいろんな意見出し合いながら、まあ、コンサートにふさわしい曲っていうのをまあ、ちょっと民主的に選びます。まあでも最終的には、あの一番意見が強いのは、やっぱりリーダーである斉藤さんかなという。はい、民主的じゃないかな。どうしてもあの決まらないってことがよくあるんで。はい、決まる。最終的には、はい、リーダーの方から。はい、はい、そして最後の質問になるんですけれども、今後の活動予定などありましたらぜひ教えてください。前田君の方から。はい、そうですね。今年のクワトロパラスのメインのコンサートとなると思うんですけれども、4月24日、ちょうど今この撮影を行われている現代ギター GG サロンにて、クワトロパラスの、コンサートが行われます。まず10月ですね。10月の中頃ですね。に、まあ、このコンサートっていうのは呼ばれてゲストで呼ばれてるんですが、まあ、クローズドなんですけれども、まあ、とあるイベントで、大学のギタークラブですね、その会合といいますか、そういうところで演奏いたします。で、11月じゃねえや勝ちですわよ、それが行われております。はい、10月か12月26日ですね、はい、同じ12月26日ですね、クワトロプラスの年末のライブがあります、これはここ2年ぐらいですね、定期的にもう行っておりまして、まあ、だんだん定番になりつつあるかなと、まあ、これから、ますますクワトロプラスの年末絶対やるんだなというようなことをこれから広めつつ、ライブを行いたいと思っております。はい、ありがとうございます。ちなみにそのコンサートに行きたいってなった場合、何かどこかでお知らせとか。はい、あのクワトロパロスのですね、はい、ホームページがありますので、はい、クワトロパロスと検索していただければですね、コンサート情報と、情報発信しておりますので、ぜひ皆さんクリックしてご覧いただければと思っております。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではまたここで、そうですね、もう一組の弦ノートのね演奏をちょっと聞いていただきたいと思います。はい、それでは、ギターデュオ弦ノートの演奏をお聴きください。
二重奏やってますけどね、あの大変息のあったね演奏で、はい、素晴らしいですね。はい、では弦楽との2人にちょっとね、インタビューをしていきたいと思います。はい、最初の質問なんですけれども、グループ名弦楽の由来を教えてください。荒木くんの弦楽というのは、我々は長いことデュオをやっていたんですけど、なかなかグループ名が決まらなくてですね、こう難航しているということですね。まあ、僕はあの兄弟子の山崎さんという方からいらっしゃるんですけれども、その方が付けてくれました。どんな意味があるんですか、弦楽？まあ、その弦の音っていう、こう文字切るんですけれども、まあ、あの音っていうのは、音っていう意味もありますので、まあ、それを掛け合わせてるという意味なので、でなんか弦っていうのは、なんかオキシ弦とか、酸素とかで使えるなんとか弦とか言って、こう英語でその GIN でつくと、なんか源みたいなことがあるんですよっていうことをおっしゃってらっしゃいましたね、名付けの親が。とてもおしゃれですね。おしゃれですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして続いての質問なんですけれども、はい、今後の活動をありましたら、ぜひ教えてください。CD、そうですね。我々はCD をまだ出していないので、頑張って作成してですね、発売したいなと思ってます。はい、いいですね、CD ね。我々レコード自体は A 面、B 面とやってね、今度は CD ですから、ぜひ EF というのを。先ほど長いっておっしゃってたんですけど、事故はどれくらい、何年ほど2人されてるんですか？結成が2010年の秋頃なんですけれども、まあ、そこから初めて一緒にこう二重奏のリサイタルという形で、まあ、コンサートをしたのが、2011年の3月、ちょうど大震災があった、1週間か10日ぐらいか頃の時に、デビューというかしまして、そこから丸、今年で4年と少しになりますね。そしたらもうすぐ5周年ですね。ね、なんかそんな機会に CD 楽しみに、はい、お待ちしております。はい、ではせっかくね、この6人集まったんですが、6人の一緒に弾いてるのね、曲を、聴いてみたいと思います。はい、では、6重奏ですね。はい、クワトロファロスと弦楽との皆さんの6重奏をお届けいたします。どうぞお聴きください。はい、Thank you.
ぜひご覧ください。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れしたいと思います。また来週お会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。さようなら。